18人、1年生19人の計66人で、全員音楽。自分を信じて、仲間を信じて、奇跡を作れ。全国大会金賞という目標で、顧問の木村先生、鈴木あゆみ先生、柳先生、金井先生、飯村先生、鹿島先生、木内先生のご指導のもと、毎日明るく楽しく活動しています。本日は私たちの作る全員音楽を会場いっぱいに輝かせられるよう演奏します。最初に演奏するのは宝島です。この曲はバンドの曲として使用されていたものを真島俊夫さんによって吹奏楽バージョンに編曲されました。三部調のリズムで自然と体が動き出してしまうような一曲となっています。私たちの息の合った振り付けとともに、明るく華やかなこの曲を皆さんも手拍子をしながら一緒にお楽しみください。
ズホルスト作曲の吹奏楽のための第一組曲よりです。この曲は吹奏楽ファンなら知らない人はいないと言っても過言ではないほどメジャーな一曲です。作曲者のホルストといえば惑星を作曲したことでも有名です。皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。今回演奏する曲は惑星とは一味違った曲調であることも魅力の一つです。本日は吹奏楽コンクール C 部門に向けて一人一人が全力で新たな音楽を奏でようを合言葉に約3ヶ月半10人で活動してきたアンファニーと3年生で演奏します。チーム名であるアンファニーはフランス語の言葉で日本語に訳すと無限大という意味があります。無限大という意味の通りに一人一人が諦めず少人数だからこそできることを探し続けてきました。ぶつかることが多くても時間をかけて一つになったこのチームはその名の通り無限大と呼ぶのにふさわしくなりました。今回は水戸女子高等学校吹奏楽部 OG で専属学園音楽大学を卒業され今年度から顧問としてご指導をいただいている鈴木あゆみ先生に指揮を振っていただきます。それではアンファニーと今まで音楽を追求してきた3年生が作るサウンドをお楽しみください。
次に演奏する曲は天野正道作曲の GR よりシンフォニックセレクションです。この曲は1992年から7年間にわたり制作され、その音楽を天野正道が担当したオリジナルビデオアニメジャイアントロボのサウンドトラックより、作曲者自身が大規模吹奏楽編成用に編曲を行ったものです。日本における漫画界の重鎮横山光輝による原作をベースに制作されたジャイアントロボは、悪の組織 BF 団と世界的な防衛組織ユニコーンとの戦いを通し、ユニコーンの一員となった少年草間大作と、大作の命令のみで動く巨大ロボットジャイアントロボの活躍を描いています。また父と子、そして幸せは犠牲なしに得ることはできないのかをテーマに描かれ、当時ストーリー性とクオリティの高さでファンを魅了しましたが、音楽もフルオーケストラを用いたオリジナルスコアを採用したことで話題を集めました。冒頭のトランペットの叙情的なソロから次第に雰囲気が変わり、重厚で劇的な音楽となります。その後一転して緊迫感があふれ、スピード感が増していくシーンから木管楽器の平和的な旋律、そして圧倒的なクライマックスへと導かれていきます。この曲は来年度の吹奏楽コンクールの自由曲候補として選びました。そのため本来は演奏時間が18分という大曲ですが、今回はコンクール用にカットしたバージョンで演奏します。それでは金管楽器の迫力あるサウンドや木管楽器の温かさのある旋律などに注目しながらお聴きください。Thank you.
のシネマシメリックです。今年度の吹奏楽コンクール A 部門の自由曲として演奏してきたこの作品は、空想の映画のためのサウンドトラックとして作られました。空想の映画とはありますが、より音楽に入り込むため、私たちは戦争をテーマにオリジナルのストーリーを考えました。特に第二次世界大戦当時、私たちと同じくらいの年齢で日本の未来のため亡くなったという特攻隊員の方に焦点を当てました。いつも通りの日々が突然終わってしまった若者の気持ちや、何が正しく何が間違いかもわからない戦場の様子など、さまざまな場面をより強くイメージするため、私たちは佐賀県の立ち上がり平和記念館を訪れました。戦争について改めて考えさせられ、言葉では表すことのできない複雑な気持ちになりました。特攻隊の方々の思いを全て理解することは簡単にはできませんが、私たちが私たちなりに考えた戦争を私たちの追求した音楽で表現します。それでは今年度チームが演奏する最後のシネマシメリックをお聴きください。